とても緻密な人でした地図には驚くほどの詳細が書き込まれています小さな白い紙の切れ端がイギリスで最も偉大な作家の一人の学説を変えつつありますホビット村はおおよそオックスフォードと同じ井戸と思われますクリス・フレッチャー博士はオックスフォード大学ボドリアン図書館の特別蔵書を管理しています緑のペンや鉛筆の注釈は JRR トールキーの直筆だそうです ここで地名の由来を沼地に触れながら示していますトールキンの整った綺麗な字の走り書きから対策、指輪物語の新たな一面を垣間見ることができます想像の世界の地図でありトールキンが現実の世界に照らし合わせて考えていた場所の地図でもあります地図は1969年に作られました自分の本のポスターを作るよう依頼されたトールキンは信頼する差し描画家 ポーリン・ベインズに話を持ちかけましたベインズは手元にあった指輪物語の巻末から地図を切り取り叩き台にしましたトールキンは象とラクダを架空の中津国に加えることにしました廃墟に名前を付け新たな川や集落をいくつか作り出しました トールキンは自分が描いた世界への読者の理解を深めるためにこの地図を使っていたようですこうした注釈からは執筆作業の舞台裏やこういう波外れた作品の構想過程を伺い知ることができますつまりは作家の心の内側を覗いているわけです指輪物語の執筆出版には10年が費やされました エルフや魔法など独自の世界観のいくつかは最も思いがけない場所で生まれました風呂場でひらめきましたええノースムア通り20番地の風呂の一つに入って考えてたんですこの時トールキンが口にしたノースムア通り20番地はオックスフォードにありますここで指輪物語の最初の2巻を執筆しました本が傑作なのは疑いようがありません しかし今回の地図の発見でトールキンは自分の想像力を表現する新たな方法を得たようですボドリアン図書館はトールキンに関する資料からそれこそ抜け落ちていた地図を取得1日限定で展示しますトールキンは1973年に世を去りましたしかし今でも私たちはこの地図を通してトールキンが描く善と悪の世界をより一層鮮明に見ることができます